あれよ。どうか私を許してくれ。今の話、私も聞いたわ。おじさん、詳しく聞かせて。キラキラした本を持ったサダクは、一体どこに行ったの？あいつなら少しの間、酒場にいただけだぜ。どこに行ったかなんて知らねえよ。そういや、忍者の塔の場所を聞かれて、教えてやったらすぐ出て行ったから、多分、そこに向かったんだと思うけど。そう、ありがとう。これであのインチキ霊媒師を呪ってやれるわ。ところで、その葉っぱ何なの？ああ、こいつはきつけそうって言ってな。ベロベロに酔っ払った時でも、こいつがあれば一発で目が覚めるんだぜ。ふーん。後から薬で治そうとするくらいなら、そもそも飲まなきゃいいのに。バカみたい。私、姉さんの日記を盗んだ貞くんを追って、忍者の塔まで行ってみるわ。一緒に来てちょうだい。忍者の塔は、セレドット山道を北に進んで、リンジハル海岸の遺跡を抜ければ見えてくるわ。そ
それじゃよろしくね。
ついてこい。くらいな。相手にもならねえな。レベルアップね。くらいな。くらいやがれ。効かねえぜ。ついてこい。
勇者の力お見せします。尋常に勝負です。効かねえぜ。世界のために負けられないわ。こっちよ。これは黒仮面殿、私のような者のためご足労いただけるとは、この定く恐縮の至りであります。あれよ。これがあの祈願の魔像。なんと素晴らしい。計画は順調なのか。町の連中は完全に手中に収めました。あとは最後の仕上げにかかるだけです。この像に町の大人どもが祈りを捧げれば、その祈りの力でセレダの町一帯は偽りの世界に完全に侵食されることでしょう。自分たちがどうなる運命かも知らずに、奴らはすっかり私を信じきっていますよ。それは、ああ、これは私の邪魔をしようとする人間の小娘が持っていたもので、何でも偽りの世界のことが書かれているとか。万が一を考えて奪っておきましたが、誰もあの小娘のことなど信じていますまい。取るに足らないつまらないものですよ。邪魔なものならさっさと始末しておけ。はい。どんなに些細なことでも、不安の芽は早めに摘み取ることだ。
人間を甘く見て足を救われんようにな。人間ごときを恐れるなんて、まったく器の小さい臆病者ですね。これさえあれば計画はなったも同然。そして偽りの世界の侵食を果たせば、私の出世も思うがままとなる。では最後の仕上げといきますか。私と姉さんのたった一つの絆だったのに、サダクが魔物と通じていたなんて。このままだと町が危ないわ。みんなにこのことを知らせなきゃ。私急いで戻るから、あなたもセレドの町まで来てちょうだい。どうしたの、アンルシアさん。いえ、何でもないわ。皆さん、あれから僕は旅に出て、この町が救われる方法を探してきました。さあ、この祈願の魔像をご覧ください。霊を呼び出し話を聞いてもらうには、祈りの力が必要。この祈願の魔像に祈りを捧げ、力を蓄えるのです。
象が祈りの力で満たされれば、悪霊を溶かした子供たちの恨みを消し去り、この場に呼び出してくれるはず。さあ、この像に貸し付き祈りましょう。そして呼び出した子供たちの霊に許しを請えば、あなた方は救われるのです。リゼロッタ、どうか私を許してくれ。ダメな親でごめんなさい。俺たちのことは忘れて安らかに眠ってくれ。人の心を操るなどたやすいものよ。セレダの街は偽りの世界に侵食される。そうなればこの世界のものは全て塗りつぶされ消えゆくのみ。その身が消え去るとも知らぬまま、自らの祈りによって滅するがよい。私の邪魔をするというか。よかろう。祈願の魔像の力を借り、貴様は私が直接地獄へ送ってくれるわ。なんだ、あれは。ふぎゃー、化け物だ。みんな早く逃げろ。逃げても無駄よ。祈願の魔像の力を使えば、いつでも偽りの世界を呼び寄せることができる。まずは貴様を始末してから、ゆっくり全てを塗り替えてくれるわ。お願い、助けて。始めよう。絶望をこい願え。ガラクタ、
くハハハハ。します。力がみなぎるぜ。わしは役に立ちませんよ。いや、よもや私が破れるとは。だが、ただでは死なぬ。
小娘、せめて貴様だけでも。人間を甘く見ていたか。いや、突き飛ばした時にお前の肘が溝落ちに入ってな。もう、ほどかさないで。サダクが死んで、祈願の魔像も食われたおかげで、光の川も元の姿に戻ったみたい。サダクは大人たちの心を利用して、姉さんたちがいる死の世界でこちらの世界を塗りつぶそうとしたのね。あなたのおかげでこの町は救われました。本当にありがとうございます。私があの男の正体を見抜けなかったせいで、取り返しのつかない事態を引き起こしてしまうところでした。あれはもしかして。まだ侵食は続いているんだわ。パパ、急いで町のみんなをダーマ神殿へ避難させましょう。全て終わったのではなかったのか。だがお前がそう言うのなら、私は町の皆さんに声をかけてくる。悪いけど一緒に来てくれない？あなたにも見届けてほしいの。それじゃ、ダーマ神殿の礼拝堂で待ってるわね。
ここまで来ればもう大丈夫だな。ごめんなさいパパ、侵食が続いているというのは嘘よ。ターマ神殿までみんなを連れてきたのは別の目的があったの。きっとこれが最後のチャンスよ。みんな思い出して、昔は毎日私たち子供を迎えにこの礼拝堂まで来てくれてたでしょ。姉さんたちはいつか大人たちが迎えに来てくれると信じて毎日ダーマ神殿で祈り続けているの。そう、今でも。ルコリア、それにパパとママ。これは一体？サダクは本当のことも言ってたのよ。祈りの力を利用して私たちがいる世界に死の世界を重ねようとしていたの。祈願の魔像の影響が残ってる今なら、二つの世界が重なって死んだ姉さんたちに会えるんじゃないかと思ったのよ。パパ、ママ！リゼロッタ、お前はあれからずっとここで私たちの迎えを待ち続けていたというのか。お前を失って以来、私はずっと一人で思い悩んでいたよ。私の厳しいしつけがお前を追い詰めていたのではないかと。ってやれなかっただけでなく、心細い思いまでさせていたとは。
情けない親ですまなかった。これはいつの日かお前の墓に備えようと用意していたものだ。受け取ってくれるか。ずっとルコリアと一緒だったお前があの世で寂しくないようにと思ってな。やっぱり私たちはすでに死んでいたのね。私、あれからパパと同じようにみんなをまとめるようになって、パパがどれだけ大変だったか気づいたの。許してほしいのは私の方よ。いつもわがままばかり言って迷惑かけたまま先立つことになってごめんなさい。私たち大人に追い詰められたなんて思ってないわ。だから自分を責めないで、ママやルコリアを大事にして。ルコリア、久しぶりね。離れ離れになってからずっとあなたのことを心配していたわ。姉さん、私生まれた時からずっとそばにいて、何もかも姉さんに頼りきりだったけど、もう一人でもやっていけるわ。これからは姉さんがいなくても大丈夫よ。今までありがとう。ありっと、ルコリア。それを聞いて安心してこの世を去ることができるわ。次生まれてくる時はまたあなたと。ルコリア、お前のおかげでまたリゼロッタに会うことができた。今までちゃんとお前と向き合おうとせず、やりきれない思いをぶつけてばかりで本当にすまなかったな。八つ当たりしてたのはお互い様だし、そんなの今さらいいっこなしよ。私、今までパパに逆らってばかりだったけど、魔物から守ってくれて嬉しかったわ。ありがとう、パパ。私たちがこうして姉さんたちと会うことができたのも、あなたが持ってきてくれた日記帳のおかげ。セレドの町だけじゃなく、私たちの心も救ってくれたあなたにどうすればお礼ができるかしら。そういうことでしたら、町全体を代表して私からお礼をさせていただきましょう。さあ、これをお受け取りください。
またセレドの町までお越しの際は我が家に寄って行ってください。ルコリアも喜ぶでしょう。本当にありがとう。結局あのガキどもは死んだままっていうか死んでたんだな。かわいそう。でもお互いの思いが伝えられた、それだけは良かったと思います。僕もお父さんとお母さんに今の思いを伝えられたら。